女性も優勝者出てますのでね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。応援団がいるようですよ。さあ、じゃあいいですか、いきますよ、少々お待ちください。はい、ではいきましょう。よーい、スタート。10秒前、はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、終わり、終わりですよ。すごい根性を見せたの、佐藤くん。がっつり口に突っ込みました。いいんです、口が閉じてればいいんです。大丈夫って、お前は本当に食べたのかって、まんべくんも。さあ、200超えが出るか出ないか、乞うご期待です。以上でございます。さあ、去年は 250g 超えですからね、ちょっと皆さん頑張っていただかないと。では続いての参加者向かいますのでね、ちょっと待ってください。よーい、ドン。一応軍手をはめ替えた後にはシミュレーションはしたようですけれども、ケンちゃん頑張ってますよ。はい、菊池さんは綺麗に、あ、上手上手、まずは味噌からいった方がいいんじゃないかと思います。高橋さんも指で、そうそう、上手に上手に、まんべくんも応援しています。大田原さん、美味しそうに食べてますね。あ、そう、食い方わかんない、まずね、カパって開けて味噌から食べた方がグラム数は減ると思います。はい、諏訪さんも頑張って食べてくれてますね。さあ、そしてひろとくん、どうしたの、薬指怪我しちゃったのね、話しかけるなっていう雰囲気でございます。今参ります、今ビニール袋参ります。え、それ、出されたのが餅巻きの箱でございました。でもマナーよく帽子で隠しております。いいね、ケンちゃん、その帽子後で借りますね、何かあった時のように。さあ、加藤正弘さん、じゃん、244。これは優勝候補になってきたか。あなたは2016おしゃまんべ毛ガニ祭り全日本毛ガニ早食い競争において優秀な成績を収められました。よってその栄誉をたて賞状します。平成28年4月3日おしゃまんべ毛ガニ祭り実行委員会に勝った結果、おめでとうございます。おめでとうございます、はい。